はい、それでは本日ゲスト来ていただいております、一問一答ココさんお願いします。はい、では一問目、好きなアイドルは。好きなアイドルは あのあれです、あのベイビーメタルです。ベイビーメタルですね。ベイビーメタルさん、はい、はい、では続きまして2つ目、最近イラッとしたことは。あります。あ、はい、では3つ目、なんだかんだココちゃんが好きだ。好きです。ありがとうございます。アクマンドココの週末はしゃいでショータイム。この番組は沖縄県で活動しているアーティストとアイドルが面白おかしくライブ情報を紹介していく番組でございます、はい、自己紹介先にしていきたいと思います。沖縄県で音楽活動やっております奥間雄一と、はい、アイドル活動しておりますココです。はい、よろしくお願いいたします。そして本日ゲストに来ていただいておりますのが、はい、ぬるぬる、どうぞ。アリソンコピーバンドをしてますヌーヌルコンボイのボーカル白高部です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ちょっとあうんの呼吸でねあのどっちも言いそうになりましたけれども、改めてヌルヌルコンボイの白高部さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやいやいや、あのちょっとねオープニング始まる前に白田カブさんがいいのか白田カブさんがいいのかっていうちょっと問答があったんで緊張してたんで。あ、そうなんですか。スーってやっちゃったいやということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アニソンコピーバンドということで、はい、あの実はですね今回ゲスト来ていただいたのはちょっと経緯がねありまして、はい、ね、まあ、ちょっとココさんから説明してもらった方がいいかな、今回経緯。そう、あ、経緯、うん、はい、そうですね、あの先日、まあ、10月の11日に、うん、ココが主催 あのライブイベントに出演の方いただきまして、その出演いただきました、この中からゲストさんで来てもらおうということで、うん、お呼びさせていただきました。そうですね、はい、裏のねみんながこう準備する控室の奥の方に詰めてね、はい、我々が、はい、あの帰る直前片付けしてるところを我々が通り囲んで出てくれませんかっていう感じでねちょっと質問させていただいて逃げ道がないよ。そう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 、まあほぼ強要ね。いや出たかったですよ。出たかったです。確かに出口はなかったですね。なんかこう言わすことによってよりそれっぽくなっちゃったけど、いやまあでも本当にね、あの出させて、あ、出ていただけますか、はい、ということでお願いさせていただいて、はい、本当今日はありがとうございます。ありがとうございます。そう、光栄です。いえいえ全然ね、我々もライブハウスを紹介するとかライブアーティストさんを紹介する番組ということでスタートして、はい、やっとねこう本当にライブの後にその出演してくれた方のゲストって初めてなんです、はい、そうなんだ、すごい、うん、だからなかなかこうふわふわっとしてますね。そうそうそう、まあ、コロナでライブ自体がなかったからってことですかね、うん、そうですね、なくなっちゃっててこう企画とかもなかなかできなかったもんですから、うん、まあ、その中今回あのココさんがこう心ボリューム跳ねるってことで、はい、まあ、サウンズグッドの、まあ、イベントを組んだ上で、まあ、出演していただいて、で、まあ、実際こう僕の場合は10ヶ月ぶりぐらいのライブだったんですけど、カブさんは大体どれぐらいぶりの。ちょうど半年だったので、はいはい、6ヶ月ぶり。6ヶ月ぶり。あ、そうだよ、僕 MC やってたよね。そうですよ、あの七瀬美奈さんとのね、うん、はいはい、イベントの時のあれで出ていて、そうか、それが3月だったから、うん、そこからまあ半年ぶりの出演、はい、どうでした、半年ぶりって結構開くじゃないですか。開きましたね。そう、出てみてこうなんか感覚的なものとかお客さんもね結構入ってたんで、うん、そこでの緊張感とかいかがだったかなと思うんですけど。はい、まあ、コロナになってライブ自体が、うん、まあ、ライブもだし練習も入れなくなったので、うんうん、スタジオに入ることができなくなったので、もう本当にその間はもうお休みみたいな、仕事もリモートになったりとかしてて、うん、はい、結構動きが少なくなってた時に、もうこの今人に会わない時何ができるんだろうかとかいろいろ考えながら、まあ、だらだら過ごしていたんですね。でなので久々のライブってなった時に、あの、なんだろう、もうなんて言うんでしょう、
月1ライブしてたので、はいはい、なんかそんな感覚なかったですけど、なんか久々に練習に行くとこう仕事後に行くのしんどいとか、うん、ちょっとなんかこうしんどいなみたいななんかっていうのが出てきてた時だったんですけど、この久々にこのチケットをヌルヌルコンボイから予約お願いしますってお客さんのメールが来た時に、うんはい、そういえばもう見に来てくれるこのありがたさの なんか、はい、久々に感じるこのありがたさ、はあ、なんかしんどいとか言ってる場合じゃないなみたいなとか、ね、そもそも人に会うのが禁止されてたっていう時期を超えての、はいはいはい、このチケットを買ってくれるありがたさとかはもうすごかったので、はい、その感覚がすごく結構鮮明に覚えてますね。なるほどな、まあそうですよね、こうなかなかこうみんな来れないっていう中がで、まあ、ちょっと落ち着いてきたしみんなで楽しもうっていうところで、本当にたくさんの、ね、方が来ていただいてたライブだったので、すごいそれは僕も、ね、感じたところですね。でね、これねごめんね、ラジオのリスナーのみんな、どうしても僕がちょっと気になっていることがあってですね、はいはい、このバンドでねヌルヌルコンボイさん、結構こうバンドさんなんですけれども、はい、まあ、音源とかも使いつつ、こうなんていうんですかね、こう個人のオリジナリティも出した、まあ、アニソンカバーコピーバンドってことなんですけども、そうです、アレンジをするのがちょっとそう、そのヌルヌルコンボイの特徴というか、はい、まあ、さっきもちょっとふわふわって話をしたんですけれども、まあ、ジャズ編集したふわふわタイムね、軽音の、ね、そうですね、なんだ、放課後ティータイムかの、うん、まあ、ふわふわタイムもジャズアレンジとかいろんなアレンジもしてた中ですよ、はい、僕が一番気になったのがカブさんのマイクが、ね、コンデンサーマイクだったっていうすごいよくお気づきで、そう、まあ、まあちょっとコンデンサーマイクについて説明させていただくと、はい、普通のマイクと違って、まあ、なんかこう別の電流を、ね、流すことでより繊細な音を出せるマイクなんですよ。すごいめっちゃ詳しく、そうそう、ちょっと視聴、ね、リスナーの方が分からなかったら困るのでちょっと説明させていただきたかったんですけど、はい、だから要はこのマイクにしようって思ったなんかきっかけがあったんですか。きっかけはもうまさに、なんかあれですけど、うん、コロナだったので、はいはいはい、今のうちにできることなんだろうなってなって、うんうん、なんかいいマイク買おうみたいななんか今できることがちょっと分からなかったので、はいはい、マイクをなんかいいやつにしよう、ちょうどその時期にコンデンサーマイクって録音とかで、はい、使うような結構繊細なマイクなので、はい、ステージ用には向かないと言われて、ね、音を拾いすぎてちょっと、うん、オーバーしちゃうので、うん、なんですけどこのステージ用のコンデンサーマイクを見つけたんですよ、ちょうどその時期ぐらいに、はいはい、ハンドで持てるしっていう感じでね、はい、そうです、だからその、コンデンサーマイクってすっごいもう手が届かないようなイメージのものだったんですけど、はい、うん、使ってみたいなと思って、ね、値段もいい手頃のやつあったので、もうどうせライブとか練習できない時期だから機材を揃えようと思って買ったのがきっかけですね、はい、あ、なるほど、じゃああれ初出しだったってこと。そうです、初出しです、だから初のライブですぐ気づいたから、わすごいって、はいはいはい、すごい嬉しいですね。そうそうそう、なんていうんですかね、今回結構みんなマイマイク持たれてる方が多かったんですよね、まあ、出演者でいうとゆかりろさんとかもそうだし、うん、まあ、僕も個人でマイク使ってるので、はい、こんなにみんなマイクを変えて、まあ多分たまたまですと思うんですけどね、別にこうコロナ対策でとかではなくて本当にたまたまみんなマイクを持ってて、ココさんもねマイク、マイマイク持ってますもんね。マイマイク持ってるんですけど、うん、はい、このライブの時には持ってこなかった、うん、なんでですかなんでですか。あ、ワイヤレスマイクはライブハウスにあるので、うん、はいはい、そっち使おうかっていうことで、それで、あ、なるほど、はいはい、いや、そうですよね、はい、このあたりまだちょっと意識が薄いのか、はい、マイクにこだわりがないいや、でも別に信用できるライブハウスさんで、はい、信用できるマイクというか、まあ、使ったことあるマイクだったら、はい、そっちの方がいいという場合も全然あるから、はい、僕の場合は今使ってるマイクあんまり何て言うんですか、ライブハウスに置いてないマイクだったりするので、はい、持っていきますけど、別にもうここのライブハウス安心だなと思ったら持っていかないパターンも全然あるんで、はい、だからそういうことだと思うんですよね、はい、お子さんの場合はね。自分の場合はライブハウスにワイヤレスマイクがなさそうだなとか、うん、はいはい、あらかじめ聞いてないって言われた時のために、うん、自分で用意しているだけで、あ、なるほどなるほど、アイドルの鏡、はい、なければあるって言われたら多分持っていかないと、うん、そうなの、はい、そうなんだ、あ、でもそうなるか、うん、
なるかな。荷物になりますから、はい、荷物になります衣装とかもあるからね。そうです。あ、でもそのぬるぬるコンボイさんだと結構みんな衣装もね しっかりしてるというか、ボーカル2人は特に ね、 ね衣装をして、まあ、キツネのお面とかもして、ね、あれはもう打ち合わせするんですか、今日はこの雰囲気の衣装で行こうぜみたいな。一応私はしたくて、はい、あの衣装用、あ、ライブ用の衣装を買って、うん、あの、まあ、和風アレンジを、はい、することが多かったので、じゃあ、うん、とりあえず衣装わかんないけど和風な感じにしようみたいなので、あーはーはー、なるほど、揃えて。でもボーカルさんの、あと一人いるボーカルさんに関しては、はい、なんかそういう風に合わせたいですって言ったんですけど、うん、ちょっと個性的な方で別にまあ何に言われても自分は自分の好きなものを着るからって言って、はい、あれをつけてくるっていう。あ、そうなんだ。あれ私服ですし、多分休日もあれで過ごしてると思う。え、そうなの。そうだと思います。そうなの。まあ、お面も多分、お面はでも もともと持ってたやつで、別にこのライブ用とかでもなく、あ、そうなの、趣味で持ってるものを多分持ってきて、あ、そうなんですね、好きだからつけてるっていう感じだと思います。え、そうなんだ。いや、ライブの感じのパフォーマンスが結構こうすごい、なんていうんですかね、シャウト系のこ歌ってる印象だったので、そのそうですね、このあと一人のボーカルさんですね、はい、終わった後にめっちゃ腰が低い方だったの で、 あ、そうなんです、お疲れ様でした、ありがとうございましたみたいな、めっちゃお互いに腰低くなったから、それあれはキャラなのかなと思ったら、そうじゃないんだ、もともとそういう素養がある方。いや、こんな裏の話していいのかわからないんだけど。あ、そうなんだ。そう、イメージがありますから。あ、そうですね、全然大丈夫です。裏の話めっちゃしちゃったけど。ということで、ちょっと一旦 CM に行きたいと思います。はい、FM Naha。はい、ということで引き続きゲスト来ていただいておりますのは、ぬるぬるコンボイの白田かぶさんでございます。どうも、白田かぶです。よろしくお願いします、はい、ということで、ここからはですね、ちょっと一旦ライブの話は、はい、まあ、一旦終了させていただいて、はい、まあ、ちょっと冒頭で質問をね、はい、させていただいたんですけれども、そこからちょっと気になる内容をね聞いていこうかなと思うんですが、はい、まずね、一問一答苦手で、もう一問一答 その最初好きなアイドルのやつがめっちゃむくちゃ孫ついていたという本当に好きかみたいな感じのツッコミが来そうですけど、あれなのかな、もしかしてそのココさんって言おうとして迷った。あ、もちろん。そうよくお分かりで。よく察していただきまして。でもココは、はいはい、なかなかお答えいただけなかったので、うん、あ、事故って思いました。事故って思いました。いやー、ね、まあ、でも、とかあーとか言ってんで、一応事故にはならなかった。あの、本当に沈黙だったら本当に事故になる、ね、やばいですよね。あの、ピーみたいななっちゃうけれども、まあ、そうか、ベイビーメタルさんでした。ベイビーメタルさん。もうずっと好きなアイドルさんですか。でも迷われてたからな。あ、最近ちょっと、あ、好きだなみたいな感じ。あ、それは楽曲というかパフォーマンスだったり、うん、そういうところが。そうですね、一昨日ぐらいに動画めっちゃ見たぐらいな感じ。一昨日本当に最近ですね。いや、その前から知ってはいるんですけど、一昨日、はいはい、見返したので、まあ、なるほどなるほど、別に前から見てたけど、あの、一昨日また改めてこう見たと。そう、あ、そういうことですね。今ちょっとベイビーネタルの熱が熱いみたいな。あ、そう、そういうことか、加熱してるんですね。加熱中ですね。びっくりした、一昨日初めてこうめっちゃ見たの。ちょうどキンキンでハマったんかな思った。そういうことではないですね。そう、なるほどなるほど。その前、他にも結構好きなアイドルさんはいて、パフュームさんだったりとか、はいはい、あとはあの沖縄のアイドルであれば琉球アイドルさんが好きですね。はいはい、琉球アイドルさん、うん、もう本当に応援してあります。すごい活動されて長いですよね、琉球アイドルさんも、ね、長いですよね、うん、僕がもう物心ついた時には、そう、琉球アイドルがもう指導してたので。そうなんだ。それはそう。奥間さんおいくつですか。聞いていいのかな。まあまあ28ですけれども。あ、え、そうなんだ。物心ついたはちょっとオーバーでは。表現はオーバーですけど、ね、物心とっくについた後ですね。
特にツイッター後に過去特にだったんですね。特にツイッター後ぐらいに始まってましたけど、うん、あとは、最近イラッとしたこと、はい、イラッとしたこと、そうそうそう、これちょっとねココさんが気になるっていうことでね、そうなんです、カブさんは、うん、はい、なんかいつもほわっとなんかほがらかな感じ、ほがらかな感じ、なんでありがとうございます、うん、イラッとしたりとか、もうちょっとプンプンってなる時があるのかなと思って気になりました。そうそうそう、それであるっていうことだったんですけど、はい、なんか最近こうあったちょっとイラ話。イラ話はですね、なんか、はい、なんかもうまあ、やっぱしなんか仕事をしているとこう、イラッとすることとかあって、はい、でもなんでしょうね。そういうことですかね。仕事、はいはい、仕事ではね、うん、ありますもんね。仕事してるとね結構ありますよね、イライラすることね。そうですね、なんかもう、うん、これはどうするんですか、もう自分の中でこう解決するんですか、そのイラッとしたなっつって。もうそうですね、なんかちょっとだんだんこう暗くなってくるので、私イラッとするとどんどんネガティブになっていくので、はいはいはい、もう疲れたなとか、もうめんどくさいなみたいな感じになってくるから、うん、もうちょっともうそうなるかそうなっていくか、はい、もうなんかもう忘れようとか、ちょっともう考えないでおこうとか、うん、はいはい、まあいいか、どうす、まあいいかってちょっと思うようにはしてますかね、うん、なるほどなるほど、でもまあいいかみたいな、はい、じゃあなんか特定のストレス解消法みたいなのは特にない、うん、そうですね、もうなんとか日々平日を乗り切るために自分でご褒美をこう考えて、それを やろうかなとかもしてますよ、はいはい、ご褒美ね、確かにご褒美法いいですよね、うん、結構ね、ココさんは最近そういえば、はい、アイスビスケットは最近食べてます、はい、アイスビスケット、あ、はい、食べてます、そう、以前から話してて、はい、こう冷凍庫にこうアイスビスケットを、まあ、はい、毎日ですかね、ほぼ毎日、暑い時はですね、暑い時はアイスビスケット食べて、で寒い時、そんなに暑くない時はバニラバーっていう、いやどっちもアイスやどっちもアイスバニラバーはあるんですけど、アイスビスケットって何ですか、あ、ビスケットサンドっていう、はい、ビスケット、ポーラーベアみたいな、あ、ポーラーベアの、はい、感じの、美味しそう、はい、やつがあるんですけど、すごい大好きなんです、大好きで今めっちゃハマってます、へえ、なるほど、はい、バニラバーは何でした、トートバッグ、バニラバーはそうですね、北海道バニラバーっていう、うん、アイスがあるんですけど、箱で入ってて10本入りなんですよ、おで、これすごい可愛いトートバッグプレゼントって書いてあったんで、へー、トートバッグが欲しくて食べ始めたら美味しくてハマりました、あ、すごい、そうなんだいいですね、トートバッグもらえました、あ、まだ当たらないです、まだ当たらないそうそうそう、でもなんかそんな感じでこうカブさんもなんか今日はこれ食べてみたいな、食とかで興味っていうか好きですか、食の時もありましたね、なんかもう今日はもう疲れたからなんか料理するのも嫌だから金タコ買って帰ろうみたいなのとか、あ、タコライス、キングタコ、キングタコス、キングタコスです、キングタコスとか、あ、そうか、金タコ食べきれます、食べきれますよ、金タコはいけますよ、金タコってココさん食べたことあります、はい、金タコのタコライス、はいはい、あれめちゃくちゃじゃないですか、めちゃくちゃじゃないですかっていや、いい意味でですよ、いい意味でですよ、パツンパツンですかね、あれ、そう、もう輪ゴムで止めてるけど浮いてますからね、そうで、これもすごいなと思うのが、輪ゴムが2本か3本ぐらい入ってるんですけど、全部こう縦にピュッとやってるから別に3本ある必要がないっていうめっちゃ突っ込むいや好きですよ、金タコ好きだからこそ言ってるやつですけどそういうのがある、あ、そうなんですね、食事、あ、でも最近はそうでもない、最近はそうですね、なんか最近はなんか最近のご褒美は温泉に行ったのがすごい結構印象的なご褒美でした、あ、これは旅行とか行かれてるんですか、うん、あ、じゃなく沖縄の、そうです、なんか温泉だけなんか、はいはい、宿泊なしの温泉があって、沖縄に、はいはい、チュラー湯みたいな、なんていう温泉だったかな、はい、あって、そこにこう平日も疲れたから、はいはい、もうお風呂入るのめんどくさいって思うんですけど、はいはい、それじゃ行って行ってみよう、なんかこれちょっといつも違うことしてみようって言ったら、すごいすごい、もう体が温まるだけですごい眠たくなるんですね、ああ、なるほどなるほど、ホワホワしてなんかお酒飲んでないのでホワホワするというか、
そんな感じですごいリラックスできたので、はいはい、それはすごいいいご褒美だなと思いました。いやなるほど、デトックスみたいな感じなのかな、うん、温泉とか僕実は一回も見たことなくて。そうなんだ。そうそうそう、いいですよ温泉。そうなんですね。湯船とか使われます？使われますね。一人だったら半身浴とか、まあ、実家ですけどお家にいるときは半身浴しながらなんか漫画読んだりとか しますね。ああそうなんだ。じゃあ温泉好きそうですけどね、うん、あれなんですよね、うん、こんなこれね僕だけ男子側なのにこの意見言うの逆かなと思うんですけどあれなんですよね、男の人の裸同士の付き合いが苦手なんですよ。あなるほど。もう一人で裸になりたいんですよ。なんか緊張するかも。人がいるのちょっと怖いというか、うん、ね、修学旅行とかの時に中学校のなんかお風呂の時だけめっちゃテンション高いやつがいてそいつ見てからちょっとトラウマになってるというかだからそうそう、なかなか、だから温泉一人で入れるような、ね、感じだったらいいのかなと。その子はちょっと報われないですね温泉みんなと温泉楽しいっていう怖がらせちゃった。そう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 、まあまあ、彼の話ちょっと後日またしたいんだけど、あそうなんだ、いろいろあったんですよそのお風呂のやつ。遺恨があるんですね。そう遺恨があるんですけどそうかそうか、でもいいですね。なんかこう銭湯上がったらちょっと牛乳瓶開けて飲んだりとか。飲みますね。飲みました。コーヒー牛乳。あコーヒー牛乳、そう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 、森永のコーヒー牛乳みたいなやつね。あそうなんだな、いいな。ココさんは温泉とか。温泉は沖縄来てからですともう手足を伸ばしてゆっくり浸かりたいなって思ったら、はいはい、沖縄市のデーゴホテル、おーへー、はい、デーゴホテルの、お風呂だけ、はいはいはい、入れるんですよ、うん、あそうなんだ、はい、結構ありますよね、はい、大浴場だけ入れるっていうのが県がありまして、そっちに、はいはい、行ってます。あなるほどなるほど。それではですねちょっと お風呂トークのところで、はい、ちょっと時間が来てしまいましたので一旦 CM に行きたいと思います。はい、エンディングの時間になりました、はい、ね、ゲスト来るたびに思うんですけど、はい、やっぱあれですね、時間が足りないですね。そうです ね、お風呂の話もっとしたかったですねそんなことはないか。本当サウナとかおすすめとか言いたいですね。あいいですね。あでね、最後一個だけ質問のことについて一個聞けたらいいのがあるんですよ、はい、なんだかんだでココさんが好きということで、はいはい、ね、はいとなんだかんだ好き今のところみんなココさん好きですよ。そうですね、ゲストの方、はい、今さまざま来ていただいてますけど、はい、すごいねココさん人気はもう、うん、人気上昇中ですね上昇中そうですよ ね、人気上昇中ですよね、はい、本当に、はい、そう、可憐ですしココさん、はいはいはい、可憐ですし可憐ですしお人やかだし、あそうですかすごい、うん、すごい、はい、ありがとう、笑顔が可愛い素敵で、はい、なるほどね。いやでもそうですよね。で今回ですね、心の、まあ、ボリュームハネルのゲストということでカブさん来ていただきましたけれども、ちょっとそちらの動画ですねダイジェストにして、まあ、ちょっとツイッターの方にも上げていこうかなと思ってますので、もしね今日聞いて興味があった方はですね、ぜひ公式ツイッターの方もフォローしていただければなと思います、うん、それからまたそこには乗らないなその今ちょっと指差していらっしゃいましたけれども、動画に見えるように出ないんですけどそうで今回ですね、こうカブさん出ていただきましたけど、何か告知があれば。あ、はい、そうですね、ですね、ヌルヌルコンボイというバンドでの出演ではないんですけど、はい、私個人的に出演するイベントが、はい、ありまして、はい、それが日付がですね、バーサクというイベントの、はいはい、に出演、ボーカルとして、はい、DJ ボーカルとして、はい、出演することになったので、それをちょっと、はい、
告知したいんですけど、はい、今ちょっと不意に忘れ告知することを全然忘れてたので、はい、全然あの準備できてません。できてなく。11月ですか。11月ですね。11月で私今ちょうどこれですか。あ、これです。ありがとうございます。私通信制限かかっててちょっと表示が全然遅くて、11月の22日の サンデー日曜日ですね。日曜日ですね。日曜日オープン17時5時ですね。5時半からスタートするサウンズグッドさんというライブハウスで、はい、あのバーサク、10アニバーサリー、はい、10年10回記念、はい、10回記念のバーサクやってますので、ぜひぜひ皆さんお越しいただければと思います。また詳しい詳細については、まあ、サンズグッドのツイッターであったり、またカブさんのですね、あのツイッターもございますので、皆さんよければフォローもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ということで本日ゲスト来ていただきましたのが、はい、ヌンヌルコンボイから白田カブさんでございました。はい、ということでまた来週もはしゃいでいきましょう。はい、バイバイ。ありがとうございます。ラジオ収録は終了してますが、はい、動画は今終了します。